狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患の診断には冠動脈 CT と呼ばれる検査が用いられます。この検査では疾患の原因となる血管の異常を見つけ出すことができますが、治療の対象とならない軽度の症状も映し出されるため、治療が必要かどうかを見極めるためには管を体内に入れるなど患者に負担がかかる検査を行わなければなりませんでした。今回三重大学大学院の研究チームは、従来の CT 検査に加えて治療の必要性があるかを評価する新たな CT 検査を組み合わせた包括的な CT 検査について、世界で初めて国内外の7つの施設と共同研究を行いました。その結果、これまで CT 検査のみでは不可能とされてきた冠動脈疾患の正確な診断が可能であることを実証したということです。